リンリン、ハロー、パラレール、リニパラレルのリントです。今日は久しぶりにシェフィーさんにね、鶏肉をあげようと思う。もう来てるね。準備の段階から来てて、はい、鶏肉をね、少しあげていこうかなと思います。久しぶりですね。最近、ずっと、サバンナモニターとかね、モニター用のモニターフィードっていう餌をね、うちでは愛用してて、これをね、ずっとあげてるんですけれども、1回につき10粒ぐらいかな。で、毎週木曜日のね、定期メンテナンスライブの時に、うちの子木曜日みんなご飯にしてるので、その時と、あとはこの子はね、週に2回分あげるようにしてるので、もう1日あげる形でね、あげてるんですけれど、もう鶏肉気づいてるね。はい。もう気づいてそうなんで、あげてこうかな。久しぶりなんでね、どうかな、食いつき。よいしょ。えい。あー、もう来てるもん。はい。あー、鶏肉の食いつきやばいね。あ、もうその大きさの鶏肉普通に食えるようになってんだね、やっぱりね。食いつきよ。もうちょっと近くで取っていこうかな。えい。激しいな。まだ食べる？あなたあれだね、食うの早すぎてちょっと喉に突っかえてるね。ゆっくり飲み込みなさい。早えな、もう全然ないじゃん。ゆっくり飲み込め。うん、ゆっくり飲み込め。焦んなくても餌取る人はいないぞ。余ったら私がね、これ焼いて食べようかななんて思ってたんですけど、今日余んなそうだな。まだいるかい？あと2切れだよ。しかもこれでもちょっとちゃんと包丁で切れてないから1切れだよ。これで食べれちゃったりすんのかな。ちょっと大きいけど、これで食べれる？はい。下に落ちてる。ここから食って。はい。ああ、ああ、置いたやつから行くのかい。いけるんだね。きつくない？大丈夫？噛みちぎれるか。あれ。ちょっと大きかったな、ごめんな。ちょっとちぎってあげたいな。これちぎるよ。あ、ちぎれた。オッケー。まだ口の中にいるね。飲み込めてないね。ゆっくり飲み。
くり飲み？焦って食いすぎやね、あなた。うん、ゆっくり飲め。ゆっくり飲んでるけど、もう次行こうとしてるね。飲め、まずそれ飲め。ほら、うん、まだ入ってくから。焦りすぎ。もう一個いける？これ大きいよ。いけるんだ。いくんだね。ゆっくり飲め。うん、焦んなくて大丈夫よ。まだ飲み込めてなくない？まだ口の中にいたよ、さっき鶏肉。食欲旺盛なのはいいことなんだけど。たまにのご褒美だからな、鶏肉はな。そんなにやってないからな。美味しいんだろうな。そで、そう、丸飲みしてるから味って感じるのかなみたいな話をねされたこととかあるんだけど、一応ね舌の上は通ってるからね、味覚としては味は感じてると思う。ただ美味しく味わってるか、人間みたいにっていうのはちょっとわかんないね。味わってるかどうかに関してだけちょっと微妙。ただね、美味しくない餌、食べたくない餌は食べないから、そういうところで見ると、うん、なんだろうな、味自体は分かってて、美味しいものと美味しくないものっていうのは認識してると思う。あとこれは餌じゃないみたいなのとかもなんとなく分かってはいる。満足したから帰った。満足したので帰りますね。彼というか彼女。満足したので帰るんですか。っていうかめっちゃ脱皮してるね。この脱皮度はまたお風呂で取ってあげたりしないと。どこへ帰るんだ君。最近あなたバスキングライトを全然使わないよね。あの24時間の映像はねもう撮ったんですけども、24時間の映像ね面白かったですね。あの本当にね全然動かないっていう、あの何床置きのねヒーター、あの上にほんとずっといて、あそこでね気持ちよさそうに寝てました。本当にあの最初出すか悩んだんですけど、出すことにして、でね、ほんとご飯の時ぐらいしか動かないねこいつね。お腹すいたっていう時ぐらい。ハンモックに乗ってる日もあったので、ハンモックに乗ったりするかなと思って、ハンモック乗る日をねちょっと楽しみにしてたんですけど、あのその動画内ではねハンモックに乗ることなかったですね。してましてやこの水容器の中で水浴びもしてませんでしたね。水浴びするかなと思ってたけど全然水浴びの身の字もなかったね。ほんとね、あそこでずっと寝て、そこに置いてる水容器で水飲んで、でなんか満足そうにしてました。水も1回飲んだぐらいなんだよね。それ以外はねほんとにあの1回水飲んだぐらいで、わそんなもんなんだっていうのでね、ちょっともうこの子の生態というか、この子の一日っていうのがね、あ結構のんびり過ごしてらっしゃると思って。でしかも天敵とかがいないから、あんまり大きく動くことも必要ないみたいで、まあ、なんかちょっとあのバタバタみたいな動きはしてましたけど、本当に基本あのヒーターの上にいましたね。お腹いっぱいでなんか満足そうだね。
じゃあ、ね、あの水容器の後ろにねちょっとだけ入れる隙間が作ってあるんですけど、今その隙間にちょこっといるね。めっちゃ食ったからお腹パンパンじゃないですか、君。よいしょ。あ、またハンモックの下に戻ったな。これは当分このまま寝るやつだな。本当ね、あそこが居心地いいみたいです。出てくるか。口だけちょろっと。本当あのそのハンモックの下にいるのが好きだね。私的にはいいんだけどね。一応ねこのふかふかなタオル気に入ってるから一応こっちには置いてね、あのぐちゃぐちゃになっても大丈夫なようにしてたんだけど、こっちよりも今もうあのハンモックの下に行って、であのハンモックを上からかぶるっていうね、もうハンモックが布団みたいになっちゃって、それが彼女的には過ごしやすいみたい。まああったかいんだろうな、上からハンモック乗っかってるから。ダッピーカは上に結構乗っかっててね、まあそこが暮らしやすいならいいとしましょう。よし、はい、っていうことでね、今日はこの子のシェフィのね、あの鶏肉揚げ動画でしたが、もうあっちゅう間になくなった。ほんとあっちゅう間になくなったね。食べんの早いのよ。だから多すぎて、あの余ったらほんと私食べるつもりぐらいで考えてましたけど、余りもしなかったね。はい、っていうところでございました。はい、本日の動画は以上となります。はい、こちらのねチャンネル登録や高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローしてみてください。またねうちの子の、ま、動画アップしていきますので、ぜひとも楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントとシェフィーさんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。